金つば谷。慈氷衛は大村の貧しいキリシタンの家に生まれました。うちは農家で、お父さんの名を小右衛門と呼び、母の名を喜屋と呼びました。兄弟も幾人かありました。6歳になった時、1608年、お父さんは貧しいながら慈氷衛を有馬のセミナリオに入れました。この学校は将来キリスト教の宣教師になるためのラテン語や宗教学、礼法などとともに図画や音楽も教えました。しかし賢い慈氷衛がこの学校で何よりも教わり身につけたことは、徳は表面の飾りよりも徳そのものが大切だということでした。後にあらゆる困難にあってもひるまなかった精神力は、こうして幼い頃に培われたのであります。12歳の時、マカオに渡って上野コレジオに入り勉強したので神父になることができ、名もトマス・デ・サン・アウグスチノと呼ぶようになりました。でも大きな望みを持っていた彼はさらに修行を続け、長崎に帰ってきました。時に30歳でした。しかしこの間に我が国のありさまは大きく変わっていました。天正15年、秀吉がキリスト教の禁令を出してからは、国内には弾圧の嵐が吹き荒れていたのです。あまりの変わり方にさすがの彼も少し戸惑いましたが、まず何よりも早くやりたいことは、アウグスチノ会の日本管区長のグチエレス神父に会うことでした。しかし時の長崎奉行竹中うねめの将はいかにも残酷な人で、雲仙の山入りを考えたような人でした。これは信者たちを雲仙滝に連れて登り、地獄の淵に立たせ、煮えたぎる熱湯を背中からかけて転ばせるという方法でした。転ぶというのはキリスト教をやめてしまうことです。グチエレス神父ももうその時捕らえられていて、奉行所の牢に入れられていました。奉行所の馬蹄になろう、トマスはこう思いました。そして汚れた着物を着て、人の目をくらまし雇われていきました。そうして夜更けになって牢屋に行き、格子越しにグチエレス神父に面会して、長崎の様子や布教のありさまを聞くことができました。でもこの神父もやがて西坂の刑場に連れて行かれて殉教してしまいました。一人になった彼は昼は馬蹄として忠実に働き、夜になると信者たちの間を一軒一軒回って洗礼を授けたり説教して回りました。そのうちに馬蹄をやめ、奉行所を出て長崎の西の外れの戸町にある大岩窟の中に身を潜め、時々町に現れるようになりました。この時は金つばの脇差しを腰に刺した武士の姿をしていました。風のように現れて布教をして回り、また風のように去る彼の活動は誠に巧みで、町の人々は彼のことを金つば辞表へと呼び、金つばが戸町から波の上を高げたを履いて歩いてくるげなと噂し合いました。うねめの将は、さてはあの正直そうな馬蹄が辞表絵であったのかと気づいて、彼の似顔絵を描かせ町の四つ字に貼らせ、また役人にそれを槍の先につけさせて町々を探し回らせました。そのうちに金つばが日曽の木の利根に現れたという評判が立ちました。これには理由があったのです。利根長浦地方はその頃キリシタン大名として有名であった大村隅忠の娘の領地で、たくさんのキリシタン部落があったからです。慈氷衛は利根川の上流の大岩窟の中に家来の旧八とともに身を潜めて、半島一帯を布教して回っているというのです。土地の人々は慈氷衛のことを、
手のひらの上に卵を乗せて、それをひよこに帰らせるような術を行い、夜中になると高げたを履いて大村湾の波の上を渡って大村の御城下に現れていると言っていました。奉行うねめの将はすわっとばかりに驚いて、早速大村島原佐賀の各藩に召し取り方を命じました。寛永12年1635年のことです。そこで大村藩では家老の大村彦右衛門が総監督になって、15歳から60歳までの侍を動かし、各自の背中に三つ縫いの墨取りをつけて印とさせました。佐賀勢も間違えないように藁の締め縄を刀につけさせ、島原勢は左の袖に白髪を縫い込み、平戸勢は刀の鞘に白い紙をみすじ巻かせました。こうした兵どもが半島の北の端の澤高から横瀬へ一人一歩の間を取って並び、南の方に向け山狩りを始めました。日が暮れて夜になるとかがり火を焚いて根津の番を立てるという厳重さでした。こうして35日かかってやっと渡月から長崎の淵村にたどり着いたのですが、目指す樹氷への影もなく、わずかに網にかかったのは長浦村脇崎で樹氷への世話をしたという塩焼きの男一人でした。これを山関と呼んでいます。なんぞ知らん、この時樹氷は江戸に登って千代田城の奥深く入り込み、将軍家光に仕えていたおそば付きの小将たちに伝道していたのであります。これはやがて小将たちの間から5、6人のアウグスチノ会に入っているキリシタンになっているものがあることが分かって明るみに出てしまいました。家光は火のように怒って、トマスを召し取れと厳しい下知を下しました。長崎奉行うねめの将はその下知を受けて、長崎を出る者には皆往来手形を渡し、金国にも大切なところにそれぞれ関所を作らせました。樹氷への手によってキリシタンになった者は実に500名をはるかに超えたと言われています。樹氷へはマニラで修行した魔法使いだと言われました。寛永13年11月10日浦上淵村の庄屋助右衛門が彼を見つけて訴え出ました。役人に捕らえられた時、彼はトマス・デ・サン・アウグスチの修道士、名は樹氷へ、聖アウグスチの会の神父と静かに答えました。役人たちは声を上げて手を振りました。彼を捕らえるため数年がかりにかかった費用は30万両と言われ、助右衛門も銀300枚をもらいました。西坂で行われた取り調べのための拷問は水攻め、穴釣りなど最も厳しいものでしたが、彼は3日の間飲まず食わずに耐え抜きました。しかし寛永14年8月21日ついに耐えきれず死んでしまいました。時に35歳で、死体は重い石をつけて海に入れられたと言われています。戸町3丁目のバス停も金唾と呼ばれています。その上の岩窟は元のまま残り、今は前に新勝寺という小さな庵が立っていて、西国88箇所の24番のお札所となっています。長浦村利根の奥にも金唾谷の大岩窟があって、土地の人々は時々お参りをしています。近くにある九八岩は、治兵衛らがここに隠れていた時、家来の九八が時々長崎に食べ物などの買い出しに行った時、腰を下ろして休んだ岩だと言われています。